調整お疲れ様でした。じゃあお名前の方をお伺いしてもよろしいですか。藤岡です。年齢の方をお伺いしてもよろしいですか。23年です。はい、ありがとうございます。で、部分矯正の実際にかかった治療期間を教えてください。5ヶ月です。はい、部分矯正をしようと思ったきっかけを教えてください。前歯の2本がねじれていて、割った時にすごい気になってしまって。ちょっと待ってもらっていいですか。ありがとうございます。で、前歯の部分矯正をしようとした決め手を3つ教えてください。部分矯正で検索している時にメディアメンタルクリニックさんのサイトを見つけて、結構価格とか、あの、あと本が感じるところに気になって、はい、話を聞きに行きました。はい、部分矯正の前に不安があったことありますか。やっぱ期間と、あと、その部分矯正の器具の目立つことと、あと痛み。わかりました。前歯の部分矯正の治療の前と後でどのように歯並びが変わりましたか。かなり歯並びが良くなって、なんかもう笑えるように、歯見せて笑えるようになりました。前歯の部分矯正治療の前と後でどのように気持ちが変わりましたか。やっぱ歯を大切にしようという気持ちになりました。はい、前歯の部分矯正治療の前と後でどのように生活が変わりましたか。なんかもっと歯をなんか綺麗にしたいなって気持ちになりました。最後に、前歯の部分矯正が痛いけど一歩踏み出せない、どうしようか考えている方にメッセージをお願いします。短期間で綺麗な歯並びになるのと、どうなっていくのか一つ一つ丁寧に説明してくださるので、安心して矯正を続けることができました。ぜひデンタルクリニックさんに話だけでも聞きに行ってみてください。はい、ありがとうございます。質問はこれで以上になります。